七章は、豊臣秀吉子貝の七人を指す。一般的には、以上七人らが挙げられ、これを七章と称している。これは、関ヶ原島月を転居とした説で、徳川三木などでも、同様の構成である。慶長年中占い再起では、池田照正が消えて、脇坂安次が加えられている。1599年うるう3月5日付。 徳川家康所上のずつところと比べてみると、池田照正と、加藤義明が除かれ、新たに、八須賀家正、東道高虎が加えられている。これら4点の出典は、いずれも7人と変わらないため、従来の研究はメンバーを特定できないままに、因数を無批判に固定して捉え7小説を、生み出したと言える。義援呪号日記の慶長四年ウルー月十日上には、 石田三成の沢山次郎隠居にかけて、大名を1人とやらん、申し合わせて訴訟すと、うんうんと記されている。この数字は、上記の十人に該当するのではないかとされ、そうであれば七章にこだわる言われがない以上、三成襲撃イコール失脚を格索したのも、この十人と考えた方が、より客観的と言える。秀吉の死後、 豊臣政権内において七章をはじめとする武断派と、石田三成など行政を担当する文字派の対立が表面化する。五大老の一人、前田利家は二杯の朝廷に務めたが、1599年、うるう3月3日に死去した。利家の死去によって、両派の対立を仲裁する者がいなくなったため、さらに両派の確執が増した。 朝鮮出兵における、うる三条の戦いの査定などで、以前から三成派に恨みを抱いていた、武断派は、大阪城下の加藤清正の屋敷に集合し、そこから三成の屋敷を襲撃し、三成を討ち取る計画を立てた。しかし三成は、豊臣秀頼に自重する、桑島自衛門の通報によりそれを察知し、島政教らと共に、佐竹義信の屋敷に逃れた。なお、 七章は常に家康の同意を仰ぎ、七章の行動はあくまでも家康に容認された範囲に限られており、この事件は視線でなくこれまでの清掃の一環として展開されていて、事件の対立構造は七章と三成ではなく徳川方と半徳川方勢力だったとする指摘もある。七章は屋敷に三成がいないとわかると、大阪城下の諸大名の屋敷を探し、 佐竹邸にも加藤軍が迫った。そこで三成一子は佐竹邸を抜け出し、京都の伏見城に自身の屋敷があることを生かして立てこもった。この時三成が徳川家康の屋敷に逃げ込んだという逸話が多くの史書や論書において記載されているが、同時代資料の慶長見文書や板坂、占い祭覚え書きには見られない。この逸話の所見は、 元禄末年から、放映初年頃に、大道寺友山が記した岩淵屋はである。ただし友山は、京方年間に記した落ち母州において、伏見の三成の屋敷に戻ったと記している。参謀本部編さんの日本戦士、関原役では、三成を要し、伏見に帰り、家康に投げずと記述されている。この記述は、三成は、 不見の家康の保護下に置かれたとも解釈できる文章であり、徳とみそ法は、関原役において、この記述を踏襲し、家康に託したと記している。一方で、七章に対し、家康が出した書状に、こちらへひまかりむか、腰こうという記述があることから、家康邸に、三成がやってきたのは史実だという主張もある。笠谷和彦はこれに対し、こちらへひまかりむか、 古志功は七将らの行動を指すものだとしている。翌日、伏見城も武断派に取り囲まれることとなるが、伏見城下で政務を取っていた、徳川家康より仲介を受ける。七将が家康に、三成を引き渡すように要求したが、家康は拒否した。家康はその代わり、三成を隠居させること、及び、うる三城の戦いの査定の見直しすることを約束し、次男。 結城秀康に、三成を三成の居城、沢山城に送り届けさせた。三成を失脚させ、最も中立的と見られている北万所の仲裁を受けたことにより、結論の客観性が得られることになり、家康の評価も相対的に高まることになったと評価されている。これに対して、家康と三成の関係は常に対立一辺倒では、 なく両者が協調を模索している時期もあり、家康は双方に対して中立的に事態を解決しようとしたが、結果的にその振る舞いが返って双方の対立を悪化させたとする見方もある。慶長4年ウルー3月9日付、大谷義継所上国印女王が2018年に資料紹介された、七章による襲撃事件について、 その主導権を握った徳川家康の裁定を支持し、最大級の賛辞を送っているとし、大谷義継と家康は関係が良好であったことがわかると指摘されている。なお、この古文書は宛書が欠損している。上記の解釈に対して、この大谷義継書状は石田三成に出したものであり、この問題を仲裁した人物に対しての令状では、 ないことは明白であるとする反論がある。さは山での別れ際に、三成は豊臣秀吉からの配慮品である。当時、武将の間で、戦争の的だった、名刀、を正宗を秀康に譲った。江戸時代、武士の間で、石田三成の名を口にすることははばかられたが、秀康はこの刀を、石田正宗と名付けて、終生愛用したという。ありがとうございます。